の山口代表記者会見を始めたいと思います。冒頭代表より発言がございます。はい、私から1点申し上げます。このほど環境省は8月25日に福島県沖の11地点で採取した海水について東京電力福島第一原発にたまる処理水の放出後のモニタリング結果の精密分析の結果、速報にから進んで精密分析の結果を公表し、その結果は人や環境への影響がないことを確認をしたと、こういう内容であります。また10月24日に福島県沖で行われた9回目のモニタリング調査の速報結果もこれまでと同様すべての地点でトリチウム濃度の検出できる下限値を下回ったと公表されております。こうした科学的な安全性の確認が積み重なっていくことが大切であり、政府としてもモニタリング結果、モニタリングの結果などについて改めて各国へ訴えていっていただきたいと思いますし、またこのような検査の結果はすでに環境省からも日本語および英語で詳細に公表されておりますので、こうした透明性を確保しながらこれからもこうした検査分析結果を順次公表し継続的にモニタリングを行っていく必要があると考えております。私からは以上であります。はい、それではこれより質疑応答といたします。ご質問がある方は挙手をお願いします。それでは先に日経新聞の今井です。よろしくお願いします。弊社の世論調査についてお伺いします。内閣支持率がですね9ポイント下がって、発足後最低の 33% に低下いたしました。この要因をどのように分析されていらっしゃいますでしょうか。また政権への注文などありましたら合わせてお願いいたします。はい、日本経済新聞の世論調査の結果は真摯に受け止めなければならないと思いますし、また各種世論調査の結果についてもこれから詳細に分析していく必要があると思います。要因についてはさまざまな要因があると考えられますので、ここでそれを挙げるよりもしっかりと全体をよく分析をしてこれからの取り組みに生かしていく必要があると、このように考えております。一方で調査については一喜一憂することなくですね、やはり特に内閣はしっかりと自らの打ち出した政策について丁寧に確信を持って説明をしていく必要がありますし、また与党としてもしっかり政府与党の政権を保っていくと、こういう責任感の下でしっかりまた支えていきたいと、このように思っています。続けて失礼いたします。世論調査に関してなんですけれども、内閣不支持の理由の首位はですね、政策が悪いで 52% となっておりました。また所得税の減税に関して適切でないとの回答が 65% に及んでおります。政府の減税政策が国民から支持されていない現状をですね、代表どのように捉えていらっしゃいますでしょうか。まあ、あるときは減税を支持する調査の結果が出て、またあるときはそうでもない結果が出て、そしてまたいろいろな意見も出ている状況でありますから、ここはしっかり政府の考え方を説明をしていく必要がありますし、また与党の税制調査会に委ねられた部分がありますので、それについても与党の合意を作るべく、与党で努力をしていく必要があると、まあ、そのプロセスをしっかり国民の皆様に知っていただく、説明を尽くす、そういう努力がこれから必要だと思います。はい、次の質問では毎日新聞竹内です。柿沢未途法務副大臣について伺います。
柿沢氏が江東区長選をめぐる公職選挙法違反を受けて辞表を提出しました。先週に山田文科政務官が辞任しておりまして、政務三役の相次ぐ辞任となります。このことをどのように受け止めてますでしょうか。でまた議員個人の責任、また総理の任命責任についてですね、どのようにお考えでしょうか。柿沢法務副大臣が辞表を提出したということでありますので、その理由をしっかり受け止める必要があると思いますし、またこの国会が始まった矢先で辞任に至るということは誠に遺憾なことであります。任命した内閣として任命責任を感じると岸田総理自身も述べておられるようでありますから、これからしっかり立て直して国民の信頼を回復できるように最大限の努力をしていく必要があると思います。はい、で次のご質問いかがでしょうか。はい、では TBS の中島です。よろしくお願いします。経済対策についてお伺いします。政府は減税についてはデフレ脱却を、のためだということを最近主張するようになりましたけれども、デフレ脱却というのはある意味物価高を容認しているようにも見えるんですけれども、その、物価高に対しては、支援はするものの、物価高そのものについては現状については容認するというような、立場に立っているのかお伺いできますでしょうか。これは一般論になりますけれども、物価高の要因としては原材料の高騰とか、あるいは円安の傾向とか言われております。そしてまた価格転嫁が徐々に進んできているという結果でもあるととも言われております。この価格転嫁が進んできているとすればですね、これは経済活動、企業活動の売上の増加に結びついて来年の賃上げの原資にもなっていくというプラスの要素もあります。しかしまた生活する側からすれば、この限られた購買力、可処分所得の中で物価高は大変生活に厳しい影響があります。しかしまた全体として目指していくべきなのは、この賃上げが持続をしていく、そして経済成長が中長期的に続いていくような、そういう投資やあるいは経済全体のテコ入れをしていく、そうした中で賃上げが構造的になっていくと、そういう経済を目指していく、つまりデフレ脱却を目指しているわけであります。しかし今物価高にしても賃上げにしても始まったって間もないわけですね。で賃上げが先行し、物価高がそれを後から追い越して、賃上げが追いついていないという現状にあります。だからこそ持続的な賃上げが進んで物価高に追いつける、そういう状況に至るまでこの生活者を応援するという趣旨で、低所得の方々に対しては給付、そしてまた納税者に対しては減税、そしてその間にある方々についても特別な措置を取っていこうということで今議論を進めようとしているわけでありますので、これは妥当な方向だと思いますので、そうした経済の全体の中での今取るべき政策の位置づけ、ここをしっかり踏まえて税制調査会で結論を出す、また補正予算をで対応できるところはいち早く成立を図る、実施をする、こういう構えでいくことが必要だとこう思っています。関連しまして、その賃上げ自体はできるかもしれないし、できないか、まだ見通せる状況ではないと思うんですけれども、週末も発言ありましたが、景気状況についてはどのようにお考えでしょうか。ここは持続的な賃上げを目指すという構えで今臨んでいるわけですね。ですからそれが物価高に追いつく賃上げがなされるということが大事でありまして、別な言い方をすれば実質賃金、
が今下がっている状況が反転していくという状況が大事だと思います。そこまでの間の措置として給付や減税をやろうとしているわけでありますから、それがその通りの見込みで進んでいくかどうか、ここを見極めることが重要であります。まずは来年6月やりますけれども、その後の状況は今確定的に見通すことはできません。その点で来年の状況をしっかり見極めながら、今からやらないとかですね、決める必要はないということを言っているわけであります。共同通信の中西です。自民党の杉田水脈議員の言動についてお伺いします。杉田議員は先日ですね、 YouTube に差別がなくなっては困る人と戦ってきた、私は差別をしていないと主張する動画を投稿しました。杉田議員をめぐってはかつて の差別的な投稿を法務局から人権侵犯と認定されてますけれども、なお自身 の言動を正当化したとも取れます。で、今回のこの杉田氏 の主張をどういうふうに受け止められるかというのとですね、あと与党議員としてふさわしい言動というふうにお考えになるか、あと自民党に求める対応があればお願いいたします。これまでのいろいろな経過がありますので、やはりご本人自身がしっかり受け止めて、国会議員としてふさわしい言動に心がけるべきだと思いますし、自民党の所属ということもありますし、また選挙で有権者が選ぶということもありますので、最終的にはやはり本人のそうしたすべてのものを国民が評価をするということが民主主義の基本的なあり方だとこう思います。すみません、毎日新聞竹内です。昨日岸田首相が昨日の自民党役員会で国民全般に現金を一律給付する手法は新型コロナウイルスと自然災害級の国難ともいえる事態に限るべきだと、その現金給付のあり方を述べました。この見解について代表賛同されますでしょうか。岸田総理がどういう趣旨でおっしゃられたのか必ずしも正確に捉えられる状況ではありませんので、それに対する評価というのは今控えたいと思います。また岸田総理と直接会う機会があれば、またいろんな意見交換はしたいと思いますけれども、いずれにしてもコロナの時の特別な給付というのは時の極めて異常な状況の中で経済対策ということではなくてですね、むしろ社会政策的な意味も含めて行ったもの、とそして緊急事態宣言を全国に発したことと合わせて行ったものと承知しておりますので、これは極めて特別な状況であったと、このように受け止めております。産経新聞一岡です。支持母体である創価学会の原田稔会長が、5度目の再選をされました。なかなか支持層の高齢化が進んでですね、体制で進む中、その体制がなかなか変わらないということになっているんですけども、公明党代表としてどのようにお考えでしょうか。支持母体であります創価学会、宗教団体の内部の人事のことでありますから、それに対する評価は控えたいと思います。政治の立場では信教の自由をしっかり確保して、政治活動の自由を保障し、また政教分離の原則を守っていくと、こうした憲法の原則に基づいて公明党としてこれからも国民に対する使命を果たしていきたいと、このように思っています。テレビ朝平井です。よろしくお願いします。話題戻ってしまって恐縮なんですけども、経済対策についてお聞きします。その来年以降もこの給付だったり減税、こういった還元策を継続するかどうかは、代表も先ほど実質
賃金が安定してくるかどうかなど今後の見通し含めて検討する余地があるという趣旨のご発言されていたと思います。現時点でその来年の話になってしまって恐縮なんですけども、この継続するかどうかの是非を見極める際の項目であったり何かこう数値であったり定量的なこう目処感みたいなものがあればお聞きできればと思います。そういうことは、税制調査会で議論していただければいいということでだと思います。要は3年間が正念場だという位置づけの中で、この賃金上昇が物価高に追いつけるようにしていこうと、そういう目標でやってるわけですから、経済的な条件状況というのはいろんな要素がありますので、今からそうしたものを固定してしまう必要はないと思います。よくよく見極めて、投票を探るということでありますが、今やるべきことはやはり来年6月に実施できるようにしっかり中身を確定するということであります。以上で会見を終わりたいと思います。ありがとうございました。